今日はイモケイさんが日本に一時帰国中ということで、私一人だけで撮影していきたいと思います。イモケイさんにどこかおすすめのランチないですかって聞いたところ、こちらのワンメイオさんをおすすめしていただいたので、ここをレポートしていきたいと思います。それでは行きましょう。ジョイアスシンガライフ。こちらのワンヘイローさん、私は来るの初めてなんですけど、ガイドブックとかにもたくさん載ってますし、ロブスターガイが美味しいよっていろんな人から聞いたことがあります。なので食べれるのがすごい楽しみです。今日はいっぱい食べていきたいと思います。丸テーブルってめっちゃテンション上がりますね。リモキーさんも今日いればよかったのに。お料理を待ちたいと思います。早速1品目が届きました。こちらがなんとレンコンのチップスなんですね。レンコンのチップスをシンガポールで有名なソルティッドエッグ味で味付けしてるそうです。塩漬けの卵の味なんですけど、シンガポールで超人気でポテチとかにもなってるんですよ。もう一個がめっちゃ可愛いんですけど、袋に服って書いてるんですよ。このメニュー名何ですかって聞いたら、マネーバッグって読みました。お金が入ってる袋、中にはね、魚のお肉すり身が入っているそうです。もうすでにね、一人で食べる量じゃないんだよね。イモキンさん来てほしい。かわいいオレンジで、いただきます。めっちゃうまい。そこら辺に売ってるソルティッドエッグ味のチップスと全然違う。すごい薄いんですけど、クリスピーで超美味しいです。葉っぱも一緒に食べてみよう。レンコンチップスってこんなに美味しいんだ。うん、これお酒進む味です。お酒といえばこちらのワンヘイローさん、2時間の飲み放題プランもやってるんですよ。2時間お酒、日本酒ですね、ビール、焼酎とか飲み放題で 29.9 ドルのこういう飲み放題もやってるんで、お酒好きな方はぜひこちら活用してみてください。この気になってるマネーバッグいただきたいと思います。上にもね、オレンジのソースかかっててめっちゃ運気上がりそう。うん、魚のすり身と卵がいっぱい入ってる。美味しい。めっちゃプリプリです。魚の卵の旨味がめっちゃ強いです。うん、これめっちゃ金運上がりそう。イモキンさん好きなやつ。3品目はシーフードダンプリンです。揚げ餃子ですね。蜂の巣モチーフでドラゴンフルーツが飾られてます。うん、うん、めっちゃエビがプリプリ入ってる。美味しい。サムネイルの撮影してたんで、ちょっとあのテーブルに届いてから時間が経ってるんですけど、めっちゃサクサク。ちょっと今日はお茶なんですが、ぜひ皆さんはお酒と一緒に楽しんでみてください。とうとう来ました。皆さんお待ちかねのロブスターがゆです。めっちゃ重い。これ何人で食べるんだろう。一人じゃ絶対ね食べれないよ。このロブスターがゆってめっちゃ珍しいじゃないですか。なんでこのロブスターがゆっていうメニューができたかというと、こちらのシェフの方がたまたま海に潜ったらロブスターがいたので、それを捕まえてキャンプ場でお米と海水でお粥にしてみたところ、とっても美味しかったので試行錯誤を重ねてこちらのメニューになったということでした。しかも本場北京の料理コンテストでも優勝したくらいめちゃめちゃ美味しいらしいです。早速食べてみたいと思います。めちゃめちゃロブスター大きいんですけど、お粥にするのもったいなくないですか。うわ、めっちゃ身詰まってる。お粥ってあんまり外で食べたりしないから楽しみですね。これ丸々1匹入ってますからね。イモケイさん、この撮影のために帰ってくるべきでしょ、日本から。おお、すごい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 。取れました、ロブスターでかーお粥にこのロブスターですよ。すごすぎません。じゃあいただきたいと思います。シャキシャキして野菜が入ってる。すごい濃いのかなと思ったら優しい味がします。めっちゃまろやかでとろっとしてるんだけど、ちょうどいい味。ロブスターいってみたいと思います。大きすぎてすごいのよ。いただきます。うん、口の中全部ロブスター。半身なのに超でかい。めっちゃプリプリで美味しい。贅沢すぎない？めっちゃ幸せ。ぜひ皆さん一度食べていただきたいですね、ロブスターガユ。続きまして、黒豚のソテーです。こちらは上にトリュフオイルとセサミソースがかかっているそうで、めっちゃいい匂いします。
桜が乗ってる。あー春だー、嬉しい。今年桜見れなそうだから。黒豚大好きなんですよね。トリュフオイルも好きだし、お肉がね4枚も乗ってます。いただきます。セサミの後からトリュフがふわって追ってくる。二度おいしい。この味付け初。これ好き。ずっと食べてられる。続いてのお料理が来ました。もう一人で何品食べるんだって感じなんですけど、食いしん坊なのでいただきます。見てください、何かの形に似てると思いませんか。こちらはフルーツのライチをモチーフにしたお料理で、中はホタテとエビのすり身が入ってるそうです。あ、ライチモチーフだから上にミント乗ってるんだ。パッと見ライチに見えますね。いただきたいと思います。すごいサクサク。このミントおまけで乗ってるかと思ってたんですけど、ミントが合うんですよ。すごいすっきりする。ホタテのすり身が特に好きだな。これは大人も子供も大好きな味だと思います。最後はもちろんデザートが来ました。見てください、ココナッツプディングです。海をイメージした感じの盛り付けでめっちゃ可愛いですね。テンション上がる。インスタ映えだ。ココナッツの中に入ってる。こんな感じ、上がアイスで下がプリンになってます。いただきます。めっちゃうまっ。私そんなにココナッツ得意な方じゃないんですけど、これめっちゃうまっ。ちょっと杏仁豆腐感というか、あったかいお料理今日いっぱい食べたんで、冷たさが新鮮でいいですね。これマストなデザートじゃない。すごい肌に良さそう。いやー、お腹いっぱいになりました。一人でこの量はやばい。幸せがすぎる。こちらのワンヘイローさんなんですけど、有名なロブスターガイはもちろん、その他の料理もとっても美味しいので、ぜひ皆さん来てみてください。もう私的にすごい印象に残ったのが、揚げ餃子と黒豚のソテーと最後のデザートのココナッツプディングでした。いや、これマストですね。お腹がめっちゃ幸せです。今日は一人食レポだったんですけど、いかがでしたか。需要があればこれからも一人で続けたいと思います。もう陽気いらないんじゃないかな。一人でできちゃうな。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。 See you next time!